この間ね、シーナの月に動画をやったんですけど、なんか余計なこと言うから。いや、だってさ、リングの見たいけど。見たいっすか。いや、あのね、ちょっと入んないよ、ほんとに、こんな細いの。ジムとか行ってめっちゃいやでも小学校あるから取った戻った気がする絶対、あのスリーサイズ測定の時だったら絶対上げてるし今も絶対いけると思ういやいけるかな見たい是非55インチのスキニーを再チャレンジしていただきたいと思います。少しでもちょっとスペース開けとかないと初めて見た。ちょっと靴下も脱ぐよ。おほいぎほい投げ方癖強い。よしよし、はい、頑張れいきます。気合いきるいくよ。はい、それではチャレンジスタート。じゃじゃん。よし、すごいね、バーティーさんがいろいろコツ教えてくれた。ちょっと待って、結構きついかもしれない。いや、いける。待って、結構きついかもしれない。なんかさ、シーナは足細いからだけどさ、ちょっと私こっから結構不安なんだけど。太ももあたりかな。そう。いや、もう無理かもしれない。ジムで鍛えたのはウエストだよね。痩せたの。お尻。確かにヒップ結構きつかったさっき。ちょっと待って、無理かも。でもいけるかも。いいいい、ちょっと待って、もうちょっと頑張ってくれ、ね、そう、めっちゃ横からのアングル良き運動やっぱヒップがね、あるからリンヌね。あー苦しいよ。でも結構自己チャレンジで結構いけてる。いけてる。あ、罰が。な
いたらね、いけんだよね、余裕なんだよね。すごい、だってかつてこんな、そうすごい。惜しい。すごい。ダメだった。ダメだった。けどさ、まあさ、外出るときはさ、そうだね、こうやってさ、確かに確かに。あ、隠したよな。あ、全然わかんない。全然わかんない。全然わかんない。わかんないよね。もうね、くない？でもこれ以上もう足上がんない。これ以上上がんない。ありがとう、二人とも。いや、ね、誰も突っ込まなかったんだけど、ずっと好きに入ってて、勝手に。そうなのよね、オープニングからね、ずっと入ってんだよね。じゃあ、ちょっと気に入った、これ。気に入った。しかもね、これ、150センチ子供用のやつを、サブリーは履いてます。スキニーマスターとして、ちょっと履いとこうかな。いや、似合う。似合うね。似合ってる。いや、これ、脱ぐのも。いや、みんなもね、ブルマに戻る時間だよ。じゃあ、うちらブルマに戻ろうか。そっか。私もずっと履いたままだった。じゃあ、戻ります。はい、うちらいつも通りの姿に。いける？ちょっと待って、いける？え？大丈夫？危ない。何が？骨盤がでかいのかな、私。骨盤がね。あ、もうここから解放された。解放された？チャンネル登録といいね、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。